平野翔ナンバーアンダーラインアイ・ n ン・ゼッ MV が神レベルダンス・ギャップ・ファッション・沼落ち必至の魅力を徹底解説平野翔ナンバーアンダーラインアイ・ no. n ン・ゼッ MV ダンスの破壊力最後の笑顔に悶絶平野翔の新曲ナンバーアンダーライン・アイ・イン・ゼッの公式ミュージックビデオが公開されその圧倒的なパフォーマンスに多くのファンが魅了されている 瞬く間に拡散された動画には、ファンたちの熱いコメントが殺到し、特に彼のダンスと最後に見せるギャップに多くの注目が集まっている。キレッキレという表現が何度も使われているように、平野翔のダンスはまさにキレ味鋭く、パワフルで、目を奪われるような迫力がある。それだけでなく、彼のダンスには一つ一つの動きに感情が込められており、彼自身が音楽に完全に溶け込んでいるかのようだ。 ファンの間では、平野翔のダンスは、世界一かっこいい、という声もあり、その評価が本当に高いことが伺える。無論、彼のダンスはテクニックだけでなく、見るものを引き込む独特のオーラがある。髪を振り乱しながら踊る姿はエネルギッシュで大胆で、視線を釘付けけにするものがある。あるファンは、金髪振り乱しとるやんと驚きの声を上げ、その迫力あるダンスに心を奪われてしまった。 瞬時にステージの世界観を作り上げ、見ている人々を彼の世界へと引き込む力は、まさにプロフェッショナルであると言わざるを得ない。しかし、その一方でダンスが終わった後に見せる笑顔や仕草恥ずかしそうな表情には、平野翔の本来のキャラクターが垣間見える。ファンたちはこのギャップに夢中になっている。ギャップ萌えという言葉が何度もコメントに出てくるように、かっこよさと可愛らしさを同時に持つ平野翔は、 そのので多くの人を惹きつけている。激しいパフォーマンスを終えた後、ふっと見せる笑顔やカメラに向けてペコリと頭を下げるしぐさは、まるでステージ上の王者から普段の無邪気な青年に戻ったかのようだ。その変化にファンたちは心を奪われ、ずるいくらいに可愛いと熱く語る声が続出している。平野翔のこのような、かっこいいと可愛いいの絶妙なバランスは、多くのファンにとって彼の魅力の確信であり。 何度見ても飽きるこ,とがないこのギャップが生まれる背景には彼自身の真摯な努力と自然体であることがあるのだろうダンスをしている時は全身全霊で音楽に向き合いパフォーマンスを終えた瞬間には素直な笑顔を見せるその純粋さがファンの心に響いているのだまたファッションについてもファンの間で話題になっている特に大胆なデザインのパンツや衣装の選択は彼の個性とスタイルを際立たせている あるファンは、そのいかつい大胆なパンツもかっこいい。翔くんしか着こなせないよ、とコメントしているように、彼のファッションセンスは他のアーティストにはない独自性があり、それがまたファンにとっての魅力となっている。彼は自身のファッションで自己表現をし、そのスタイルがダンスや音楽と見事に融合している。これにより、彼のパフォーマンス全体が一つのアートとして完成されている。さらに注目すべきは、 彼のダンススキルだけでなく、表情や体全体を使った表現力である。ダンスの中で彼は単に振り付けをこなすだけではなく、一瞬一瞬に感情を乗せ、その時々で変わる表情が見る者の,の心をつかむ。ファンのコメントにある、劇格好よ、赤いハートは、空の目が泳ぐお顔は反則でしょ、という表現は、まさに彼の多彩な表現力を物語っている。これは単なるパフォーマンスではなく、 見るものを物語の中に引き込むような彼自身の感情を感じさせるものとなっている。彼のダンスにおけるキレッキレイな動きはまるで体全体で音楽を表現しているかのようで見る者に強烈なインパクトを与える。ステージ上での圧倒的な存在感は長年の努力と練習の賜物であり彼のプロ意識の高さを感じさせる。一方で、 ステージを降りた瞬間に見せるふんわりとした笑顔や照れくさそうな表情は、彼の人間らしさを感じさせ、ファンたちにとっては特別な瞬間である。彼が見せるこのようなギャップは、ステージ上のスーパースターとしての彼と、普段の翔くんという2つの側面をつなぎ合わせ、ファンの心に強く刻み込まれる。平野翔のダンスは単なる振り付けを超え、彼自身の魂が込められている。 彼の動きの一つ一つには彼自身の情熱や喜び、そして挑戦が詰まっている。その姿はまさに、アーティストとしての誇りを感じさせるものであり、見る者に対する強いメッセージを伝えている。ダンスの動きが終わると同時に、ふと見せる柔らかな笑顔は、その全てを包み込むように温かく、見る者に安心感を与える。それはまるで激しい嵐の後に訪れる静けさのようで、観客に深い余韻を残す。 このナンバーアンダーラインアイ、i n z m のパフォーマンスは、平野翔の持つ多面的な魅力を最大限に引き出している。かっこよさと可愛さ、パワフルさと繊細さ、そのすべてが一瞬一瞬に詰め込まれている。ファンの中には、平野くんのダンスボン、ど大好きと絶賛する声や、最後のペコリは可愛い,い。ギャップの沼に落ちちゃうというように、その多面性に魅了されてしまう人々が多い。 彼のダンスの中にあるエネルギーと表情の変化は、まさに彼が持つ多彩さと深みを表現している。彼は自分自身を表現する手段としてダンスを選び、その中で自身の個性を存分に発揮している。それは単に観客を楽しませるためのパフォーマンスではなく、彼自身の人生や感情、そして夢を表現する手段であり、その真摯な姿勢がファンに伝わっているのだ。そして最後に見せる微笑みや仕草は、 ファンにとっての癒しであり彼の本質的な優しさを感じさせる瞬間である。それが平野翔という人物の魅力をさらに深め、見るものを彼の世界に引き込む要因となっている。彼のパフォーマンスは、ただの音楽やダンスではなく、一つのストーリーであり、その中で彼自身が主人公として輝いている。ファンたちはその物語に共感し、感動し、そして夢中になっていく。 ナンバーアンダーライン愛 INZM の平野翔のパフォーマンスは、まさに彼の魅力を余すところなく表現した作品であり、これからも彼の成長と進化を期待せずに入られない。彼が見せる新たな一面、そしてそのギャップに、ファンたちはますます彼に夢中になり、その魅力に引き寄せられていくだろう。平野翔の持つ魅力は、単なるアイドルやダンサーの枠を超えたものであり、そのパフォーマンスから感じられる深い人間性と、 見るるものをを引き込む力が圧倒的な存在感を生み出している彼のダンスは一種のコミュニケーションであり言葉を超えた感情の伝達手段となっているそれゆえ観客は彼の動きや表情を通して彼自身の考えや感情そして熱意を直接感じ取ることができるそのリアルさが彼を他のパフォーマーとは一線を画す存在にしている ナンバーアンダーラインアイ・ INZM のビデオの中で繰り広げられる彼のパフォーマンスは、まさに一つのドラマである。音楽に乗せて踊るだけでなく、その瞬間ごとに違った感情を見せることで、彼は一つの物語を紡ぎ出している。彼の動き一つ一つは、まるで感情が音楽と融合したかのように感じられ、見るものに対して一つのストーリーを描き出しているのだ。このような深い表現力は、 彼自身がただのエンターテイナーではなく、真のアーティストであることを証明している。また、彼のファッションセンスやスタイルも大きな話題となっており、それは彼の個性と自信を強く表している。大胆なパンツのデザインや華やかな衣装の選択は、彼の持つ冒険心と独自性を示している。ファンからは、彼しか着こなせないという声が多く寄せられており、彼自身のファッションがダンスや音楽と一体化していることで、 その魅力がさらに高まっていることがわかるこうした要素も含め、彼のパフォーマンスはただの視覚的なショーではなく、トータルなアートとして完成されている。ファンたちが平野ショーに夢中になる理由の一つには、その親しみやすさもあるだろう。多くのスターは、ステージ上では完璧な姿を見せる一方で、どこか手の届かない存在に感じられることが多い。しかし、 平野翔はその圧倒的なパフォーマンスの後に見せる微笑みや、時折見せる恥ずかしそうな仕草、ファンに向けてペコリと頭を下げる瞬間など、どこか等身大の姿を見せてくれる。そのため、彼はスターであると同時に、まるで隣にいる友人のような存在でもあるのだ。このような完璧さと親しみやすさのバランスは、彼が多くの人々から愛される理由の一つである。キレッキレのダンスの後に見せる笑顔や、 ステージから去る際に見せる可愛らしい仕草は、ファンにとってまるで特別なプレゼントのようである。彼のファンたちは、その瞬間を見逃さないようにと目を凝らし、何度も何度もビデオを再生してしまう。それほどまでに彼の存在は、見る者の,の心を掴んで離さない。彼の、かっこよさと、可愛らしさのギャップは、実は彼が持つ多面的な性格を象徴しているのかもしれない。激しいダンスを踊る時の彼は、 プロフェッショナルとしての顔を持ち、見るものを圧倒する存在だ。しかし、その一方でステージを降りた時に見せる素顔は、純粋で無邪気な青年そのものである。その二面性は、まるで一冊の本の中に詰まった様々なストーリーのようであり、その奥深さが彼の魅力を一層際立たせている。多くのアーティストが一つのキャラクターやスタイルを確立し、それに忠実であることが一般的だが、平野翔はその枠に収まらない。 彼は自身の中にあるさまざまな面を表現し、そのすべてが一つの調和を持っている。彼のダンスや表情、ファッション、そして人柄すべてが組み合わさり、一つの完璧なパフォーマンスを作り上げているのだ。